しまらない駅のホームに着いた時私の目に飛び込んだ この曲の作り自体がすごいトリッキーなんですね。まあつんくさんのすごく複雑ないろんなキャラクターが行ったり出たり来たりするものの最新形的な実験であったりとかと思えばですね、ライブでのその激しい振り付けの中でアクロバットまで入ってるわけですよ、早い話がこの1曲に今までの日本型アイドルの進化の全てが集約されてると言っても過言じゃないわけですよ、このジャンプがアイドル史を更新する。